はい、えー、速火塾のコブです。今日も暗号通貨ニュース。とりわけビットコインを中心に主要3品目をね、お届けしたいと思います。まあ、この主要3品目ってのは私が勝手に名付けているもので、ビットコイン、えー、XRP。これ XRP これですね。そしてもう1個が、我らが ADA ですね。こちらの方3つを、まあ、ずっと話題に出していってるわけですけど、まずはビットコインですよね。えー、90日のチャートを見ていくと、もう天井知らずにどんどん上がっていってるところで、まあ、上げ散歩を取りつつね。 えー、この N の字を細かく書きながらあ、一方的に上昇しているところでございます。これがね、180日だともっと顕著で、100万円をこう推移しているところから、そうですね、1年見てみましょうか。1年を見てみると、100万円前後ずいぶん長かったわけですよ。 そこをブレイクした途端に急騰したということで、これ FX ではよくあるテクニカルの形ですよね。で、この後どうなるかと言いますと、300万円はまあ超えるのは、まあ、本当時間の問題というか何でも時間の問題なんですけども、300万ほどなく超えて500万に向かっていくと思われます。で、それに対してですね、値下がりする要因が大きいかというと、これはあんまりないんですよ。実はビットコインっていうのは、やっぱりね、他のアルトコインとは一線を隠してる作りでございまして、 イタリアも含めてですね ADM も含めてなんですけどもビットコインはもう一強っていう感じですねビットコインだけが圧倒的に信頼を得てビットコインによってレンディングなんてのも始まりましてもうねおおよそこの法定通貨とは変わらない、えー、立ち位置になってきてるわけなんですよねその他他のアルトコイン XRP をはじめとする他のアルトコインというのはいまいち まだ投機性が拭えないというところで、まあ出来高にも、そこまでね、信頼が持たれていないところなんですけども、まあビットコインというのはね、やっぱり歴史があるのと、ビットコインにとって変わるアルトコインだっていうふうに出てきたものが、今一つね、信頼を得てないところを考えると、まずはビットコインがあ、法定通貨と同等のですね、出来高を整えて、まあそれからになってくるんではないかなと思います。で、もう一つね、あのこれファンダメンタル的な要素なんですけども、ビットコイン以外のアルトコインをもうね、 潰してしまおうという勢力もあるんですよね。うん、まあ、これはね、どうしてそういうことが起きるのかわかりませんけども、最近でも XRP に対して訴訟がまた、ああ、起きたりとかね、SEC に、から起きていたりとか、まあ、XRP とかね、その他のあるとこにんで、とかくですね、訴訟問題がもう積み重なってるわけなんですよね。で、その訴訟が全部解けるまでは、やっぱり、 改正力ってのが入りにくいところがあります。さあ、ビットコインに話を戻しますけども、ビットコインにつきましては、随分昔、私が知った頃って、1ビット2万円とか3万円とかね、高くて7万円みたいな時代をうろうろしてたわけなんですけども、その頃、1ビットを買うのって当然ですけども、10万円とかあったらね、1ビットとか2ビットとか5ビットとか買えたわけなんですよ。で、その時にはあんまり法定通貨の資金っていうのは、あ極端に流れることはなかったんですけども、 現在ですね、1ビットがこんな300万円前後になってくると、どういうことかっていうと、1ビットを買うために法定通貨がかなり、動くということになります。そうなるとですね、えー、なかなかね、えー、決済もしにくいわけですよ。金額が大きい分だけ。えー、本当に5万、10万みたいな時代だったら、決済もしやすくって、出し入れが盛んに行われていたわけなんですけども、ただ全体の出来高は少ないですよ。でも現在は、出来高に対して、1ホルダーあたりの資金投入額大きいわけですから。そう考えるとね、 うん、なかなかバランスの取れないところかなと思うわけなんですよね。さあ、それで、ビットコインの話はこの辺にして、2021年とは500万円を行くんではないかなってことで見ていくわけですけども、えっ、ー、とね、XRP ですね、問題は。XRP、もう激減というか、すごく乱行業してるところなんですよ。えー、前回75円あたりをつけた後、今、その半年にもならないような金額ですよね。XRP の先っていうのは見えないわけなんですけども、 まあここはねあのファンダメンタルに影響されないようにテクニカを信じていくだけかなと思いますよねで ADA ですね ADA はプロジェクトに比例するかのように値上がりをしていくんじゃないですか9 0日足を見ていくと、まあ、こんな感じでフェーズは明らかに変わってきてます10円前後から現在ね20円いくかいかないかってところでうろうろしてますからね で、この ADM 一時期その5円とかね、あの辺なんか随分長かったですよね。まあという感じで、やんわりと今日は見ていくところかなと思います。まあ注目はビットコインなんですけども、結局その暗号通貨の話題がバーッと出た時って買い時ではないんですよ。 もうこういう話がね、あちこちから出ない時に仕込まないといけないんで、これ繰り返し言ってますけども。まあですんで去年の今頃、100万円を超えたら買えないよっていう時に仕込んだ方は結構今ね、余裕を持って見てられるんじゃないかなと思います。ただ今から、あー、ビットコインならビットコインをね、購入することを勧めないわけじゃないです。やっぱりね、えー、3000円とか5000円とか1万円っていうのを買っておいて、様子を見ていけばいいんじゃないですかね。まあ、ビットコインっていうのはこれからも強気に見ていけばいいんじゃないですか。 それこそ1000万人行くのみたいなね、大風呂式を広げないんですけども、まあ、300万は超えると思われますんで、えー、わずかでもね、ちょっとこ、暗号通貨に興味持った方は、まずビットコインを5000円なり1万円なり仕込んでおくっていうのは、よろしいかと思います。で、本日は以上です。